寺にある塔にそっくりね。ちょっと待った、あんた誰よ。私はリンファ、この先へ行きたいの、通してくれませんか。それはできない相談ね。ここには誰も入れるわけにはいかないの。おとなしく帰った方がいいよ。出ないとあんたに良くないことが起こるかもね。お師匠様、この子たちステレオで私を脅かすんですけど。ステレオって。リンファ気をつけ。そこな二人容器を帯びておるぞい。このじいさん、ただものじゃないわね。この子たちやっぱり麻雀大王の。どうやらそのようじゃな。そこまで知られちゃったからには、ただで返すだけにはいかなくなったわね。それなら名乗るくらいはしたらどうじゃ。私はマリリン。私はキャサリン。麻雀大王の忠実なるしもべ。ハモってるハモってる。麻雀大王のことをあれこれと調べ回っているのはあんたたちね。そういうバカ者に呪いの薄絹を着せるのが私たちの仕事よ。いざ麻雀勝負。待ちなさい。うん、何。あなたたちひょっとして女同士で愛し合ってるのね。あのね、あんたね、どこをどうやったらそういう話が出てくるわけ。だっていちいちハモってるし、すっごく仲が良さそうに見えるわよ、恋人みたいに。仲はいいわよ、双子だもん。え、双子だったの。だって髪型とか服装とか違うじゃない。双子は必ず髪とか服とかお揃えだと思ってるんじゃないでしょうね。違うの。そんなわけないでしょ。そりゃお揃えにしてる双子もいるけどさ。ねえねえ、双子ってテレパシーがあるって言うけど、あれ本当なの。うんうん、あれはマジよ。そんなにはっきりとしたもんじゃないんだけど、なんか感じることがあんのよね。この前のことなんだけど、マリリンがうちの前で転んで膝をすりむいたのよ。もちろんキャサリンはそのことを知らなかったのよ。なのに私の膝が突然ズキズキと痛み、はぁ、世間話をしている場合か。いつの間にか引き込まれてしまっていたわ。麻雀大王に歯向かうだけのことはある。なんか妙に恐ろしいやつ。じいちゃん、私リンファと一緒にいるのなんか恥ずかしくなってきちゃった。そうじゃろ、わしゃね、そういう思いを何年もしてきとるんじゃよ。すごいな、やっぱり大仙人って偉大なのね。なんかすごいの作ってるんじゃないのかな。それポーン。そうきたわね。えい、はい、はい、
これよ。えい。はい。それ。流局。脳天。脳天。なんか引きが良くないな。次は上がりたいよね。使うお札を選んで。はい。はい。どう？どうかな。それ。はい。それ。はい。それ。どうかな。それ。これよ。それ。これよ。どう？わはは、ツボ。悔しい。やったー。V。リーチ、面前ツモ。